あたりです。今日は1月17日、昨日1月16日に僕が密かに応援しているモデルさんが写真集を発売しました。密かに応援している非公認戦隊秋葉レンジャーシーズン2、2代目秋葉ブルーの岩清水ルナ役を演じたといえばピンとくるでしょう。沢田しおねちゃん、沢田しおねさんがファースト写真集を発売しました。デジタル写真集で、まあね、密かにって言ったのはね、やっぱりね、いろいろ理由があるんですよ。今まあ、彼女の結構主な活動内容っていうのは、モデル、雑誌のモデルや、あとテレビのちょっとした出演、あとね、一つバンドをやってるんですね。ガールズバンド、4人組のルリアンというガールズバンドをやっていて、3曲ぐらい曲を出していたり、そろそろミニアルバムを発売するっていう、ね、段階まで来ていて、もうすぐもしかしたらメジャーデビューするんじゃないの、しないの、どっちなのっていうぐらい、それぐらい、活動されているわけですけども、その僕が密かにって言ったところはね、そこなんですよ。ルリアンっていうガールズバンドなんですけども、4人ともその雑誌のモデルやら女優さんやらなんですよ。でね、やっぱりね、ファン層がね、女子中高生ばっかりだな。だからなんかこうイベントがありますっていうと、やっぱりこう女子中高生が集まるし、なんかこうツイッターなんかでもね、やっぱりこう女子中高生とのやり取りが多いし、だからそれをおじさんの僕は遠巻きにこう見てね、頑張ってるなってこうおじさん目線で応援してる、そう密かに応援してるんです。そんな感じです、はい。で、その沢田しおねちゃん写真集が発売したということで購入しました。昨日1月16日に、はい、なんと iPad で購入できます。できなかったわ、そういえば。できなかった。こちらね、ブックウォーカーという、ブックウォーカーという、ブックウォーカーというアプリがあるんですけども、これ講談社とかね、マガジンとか、いろんな単行本とかがね、買えたりするんですけども、これで、はい、こちら、あら、ごめんね、見てる途中のやつ出ちゃった。どうするね、こうすればいいのか。はい、こちらプロトスター、プロトスター沢田しおねさんでございます。こちら1冊800円でございます。はい、勝手に宣伝いたします。800円、皆さんも買ってください。はい、そしてね、同時にこの沢田しおねさんと同じ、バンドのルリアに所属していらっしゃるなんとかかりんちゃんの、写真集も同時に発売したんですよ、1月16日に。で、この2冊を同時、はい、この2冊を購入すると先着で20名にこの2人のツーショット サイン入り写真がいただける、プレゼントされるということで、僕は2冊購入したんですけども、多分先着20名には入れなかったんだろうね。何も連絡がない。先着20名って相当早いですよ。0時になった瞬間に買わなきゃいけないぐらいのあれですから。とりあえず僕は2冊買いました。はい、このブックウォーカーというアプリでダウンロード、購読できるんですけども、注意しなければいけないことが一つ。Apple iTunes カード、ポイントでは買えません。騙されました。騙されたってわけじゃないけど、やっちゃいました。はい、セブンイレブンに行って iTunes カード買ってポイント登録して、よっしゃ買うぜね。あれ
iTunes カード買えないぞって、ブックウォーカー、もしかしたらこの写真集だけかもしれないんですけども、購入する場合はクレジットカードやウェブマネー、あと携帯電話で、同時決済なんかで、購入することができます。だから、まあ、皆様購入する際は気をつけてください。まあね、彼女ね、沢田しおねちゃん今後注目ですよ。僕ね大好きだから。何が好きってね、八重歯が好きなんですよ僕ね。八重歯女子が大好き。なぜかはわからないけど八重歯にグッとくる習性がある。習性があるってなんか虫みたいだけど、あれだけど、そうなんだよね。彼女ね、しおねちゃんね、笑うとね可愛い、笑顔が超可愛い。ちょっとね、もう本当にね、90ページぐらい写真集がある。800円で90ページだよ。なかなかお得なんじゃない。でね、本当にね、もう彼女の魅力がねギュッと詰まって、彼女の魅力を僕がどれくらい知ってるかは分からないけど、可愛い。こんな感じですよ。ね、可愛いだろ。可愛いんだ。まあ、というわけで、そんな女子高生の彼女に夢中な僕でした。ごめんね、こんな動画で勝手に宣伝させてもらった。沢田しおねさんの。プロトスター800円、ブックウォーカーで購入できますので、皆様買ってあげてください。お願いします。一体僕は何なんだって。はい、もういいでしょう。今日はこれで終わりでございます。あのね、もう感想を寄せてもらうと、可愛いの一言よ。可愛い、本当にね、いろんな表情、いろんなポーズ見せてくれるからね、もうね、いろんな角度から反応できる。以上でございます。ぜひね、これからもバンド活動とかね、その雑誌とか目覚ましテレビとかね、いつも出てるんですよ。いつもじゃないけど、いつも出てるんです。たまにつけてね、出てるとね、あ、おはようってなる。以上、いつになく気持ち悪い動画で申し訳ない。それではまた次回、バイバイ。